始まりました。ハローミキティチャンネルです。今日は何しますか？今日ももちろん、うん、案の定人生相談、案の定人生相談しましょう、はい、いつ飽きられないかなって、うん、本当だよね。飽きてないのかな、みんな。でもめちゃくちゃ来てるんです。そうだよね、はい、しかも、うん、あの今日は、うん、最近やっぱ藤本さんのその教育に関するコメントとかが素晴らしいみたいな、うん、いや素晴らしいのか分かる。私だって子育て初めてでさ奮闘しながらやってるわけですから、正解が分からないまま私なりにね一生答えてるって感じですよね。はい、うん、スカッとするみたいな意見も多いんですけど、ありがたい。子供に関わる方からお悩みを募集してみました、うん、例えば先生とか保育士とか、うんうん、難しいじゃん、はい、親の立場としてね。そうですね、まあ、藤本さんも母親として、はい、そうですね、ご自身の思いを、うわどんなの来るんだろう、まあ、答えはないですから、はいはい、お願いします。行ってみましょう、はい。保湿ネーム、うん、ひよこさん、女性30代です。はい、ミキティさんこんにちは、はい、いつも楽しく拝見しています、うん、30代の小学校教師です。私は結婚していますがまだ子供がいません、うん、ですが仕事柄保護者の方に、うん、こういう時子供にどう接したらいいですかねといった質問を受けることがあります。あ、学校ではこうしているのでこんな方法もありますと答えたりするのですが、子供を育てたことのない私がアドバイスのようなことをするのにいつも気を使ってしまいます。もちろん教師目線でっていうのは、わかるのですが、新任の時に先生も子供ができたらいつか分かるわと、保護者の方にお叱りを受けたことが忘れられず、偉そうに聞こえてないかと不安になることが多いです。ミキティさんのようなママから見て、子供のいない教師はどのようなことに気をつけて発言すればいいと思いますか？ご回答よろしくお願いします。まあね、その子供そのうちできたら先生分かるわって言った親のテンションがどんなもんか分からないからあれだけど、言いたくなる気持ちも分かる時はある、うん、そのやっぱり先生とかはさ、その学校とか、うん、まあ、そういうところでしか、まあ、見てなかったり、子供も家の顔外の顔ってあったりして、うん、別に家がいいか悪いかは、ね、どっちか分かんないけど、うん、外の方がいい子かもしれないし、先生の前ではいい子なんですっていう子もさ中にはいるから、親にならないとやっぱり分からないことっていうのはきっとあるだろうなと思う、うん、幼稚園の先生が子供いなくて普通に幼稚園先生やってくれて、うん、で出産して戻って来る前に遊びに来るみたいな、幼稚園、うんうん、卒園だったかなに遊びに来てくれて、いやもうお母さんたちの大変さがすごい初めて分かりましたって言ってたりとか、うん、やっぱりする先生も多いから、うん、育児証だけでは親も分かんないし、うん、教員免許取る時の勉強だけでももちろん分かんないし、子供って言っても一括りにしてもさ、それぞれ癖も違えば親だから分かるっていう話でもないじゃん。私は自分の3人しかデータはないけど、まあでも子供ってこういうところあるんだ、育児書には載ってないよねこんなことみたいなことは確かにいっぱいあるから、うん、先生も子供できたら分かるよって言いたくなる気持ちもまあ確かに分かるっていうのは一つと、とはいえ先生に聞いてきてるわけだから、うん、でもさ先生ももう言っちゃえばいいんじゃない、まあ私も自分の子供いないからその親御さんの大変さはちょっと分かんないかもしれないけど、うん、教員としてはこういうふうに、うん、接するようにしてますとか、こういうふうにしたらいいかなってちょっと考えてますとか、うん、だからお母さんこういうふうにしてみたらどうですかっていうふうに言ってくれれば、その子供いないくせにって言われるところもこうガードできるし、でも教員としてやっぱりね学んできたことだったり多くの子どもたちと接してるっていう意味では先生の方が接してると思うから、まあ、こういう子もいたけどこういう子もこういうふうに良くなっていきましたよっていう今までのデータも話せるだろうし、先生として経験したことを話してあげるのがいいのかなと思いますよね。うん、なんか親目線で話そうとはやっぱ思うと難しいなとは思う、うん、でも偉そうに聞こえてないかと不安になることが多いですけど、そんなことないですよね、きっと。ありがたい、そんなことないと思うだからもうあれじゃん、そうやって思われてるかなって不安に思うんだったらね、私も学校にいる子どもたちしか見てないんでわからないところありますけどって一言言えば、うん、どんな答えを出しても、あ、先生なりに一生懸命考えてくれたんだなっていうのは
伝わるはずだし、うん、それで伝わらない親はもうあモンスターなんだって心の中で思えばいいと思う。この人やばいと思ったらじゃあモンスターなんだなっていう、なんだなっていう自分の中で反抗してそっと閉じる。だからまあ一言言うだけ言ってみとくと、うん、まあ安心だよね、うんうん、じゃあ次いきます。保湿ネームポンさん、男性30代です。はい、こんにちは。いつも楽しく拝見しています、うん、スイミングのコーチをしています。こんな言葉がけは嫌だなと思う瞬間はどんな内容ですか？怖い言い方とか厳しい言い回しなど、うん、あと習い事をしててよかった言葉がけって何かあったりしましたか？僕自身子育てを経験したことがないのでアドバイスが欲しいですっていうこの方も。でもこれもさ本当難しくってさ、私はさ悪いことしたらちゃんと怒ってほしいなって思ったりさ、うん、あんまり甘やかせすぎないでほしいなって思う親なんだけど、やっぱり甘えれると思ったらさ、やっぱ子供もねバカじゃないから、あこの先生いけるんだって気づいて甘えすぎてしまうっていうところもあるから、うん、あんまり甘えさせすぎる先生も嫌だなって私はね思う親。飴とムチのバランスがちょうどいい先生最高だなって思う、うん、なんかムチすぎてもさそりゃさ子供だからさ先生そりゃ習い事嫌いになるよっていう先生もいるから中にはね。そうそうそう、いや褒めて伸ばすはありがたいんだけど、でも違うことは違うってちゃんと言ってくれないと子供のためにならないんじゃないかなって思うし、いやこれこそ本当その子によって違うと思う、うん、あもっと褒められたいって思う子もいれば、私みたいにさここがダメだとか言われて反骨しんでいくタイプもいるし、だよね、難しいよね。でもなんか褒めすぎも良くないんだなとはちょっと思っといてくれればいいかなと思いますよね、うんうん、なんかこう今世の中の流れとしては、うん、褒めて育てようみたいなのが強くないですか？ なんか褒めるのはいいんだけど、ただ褒めるだけじゃなくて、うん、でもさ、じゃあもうゴールまで来てますかって話じゃん、習い事で言ったらね、はい、もうじゃあこの子に教えることがないぐらい完璧ですかっていうぐらい褒める先生もいるじゃん、うんうん、でもそんなことなくて、この今の現状は褒めてくれていいんだけど、でもさもっと良くなるにはこうだよねっていう話をちゃんとしてくれたらいいかなって思うよね、うんうん、この方はやっぱスイミングのコーチなので、うん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 、水泳のことを一番軸に考えてっていうか、そうだね、だってその学校の先生とか保育の先生とはまた別だから、うん、本当にスイミングとしてこの子だったらもう一個上行けるな、できること増えるなって思ったら、うん、チャレンジする方がいいかなと思いますよね、うん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 、じゃあちょっと近しいお悩みが、うん、子羊ネーム、うん、漁村ちゃんさん、うん、女性20代です、はい、バイオリンの先生をしています。うわすごい、最近4歳ぐらいの生徒さんがいるのですが、ちょっと待って、知らない世界バイオリンなんて嫌、うん、だと泣き出してしまってレッスンにならないことがたびたびあります、うん、調子がいい日はとても頑張って楽しそうにレッスンを受けてくれる子なのですが、うん、泣き出してしまうと本調子に戻らずレッスン中断というふうになってしまいます、うんうん、小さい子にも調子がいい日と悪い日があると思うのですが、うん、こういう時はお母さん方はお子さんにどのように接していますか？また先生にどんな対応をしてほしいなどのご意見があれば教えていただきたいです。いやもうこれさ、ほんとさ、多分全てにおいてさ、もう親も先生も子供に対して人それぞれだから、バイオリンに命かけてますって人はさ、うん、もうそんなの関係ない、先生お金払ってんだからやらせてくださいよっていう親も中にはいると思うんだけど、やっぱり私が思うのは年齢が4歳だから、はっきり言って嫌いになったんじゃ意味がないと思うし、嫌いになっても我慢してまで、じゃあ行くって行ける年齢でもないと思うのね。だからもう本当に私が先生だったらもう中断して、なんかやれる時やる。うんでいいんじゃないって思う。ここが嫌いにまずならない、うん、でもなんかできることあったらやったり、じゃあ例えばバイオリン、わかんないけど私もバイオリンとか楽器一切弾けないから何一つわかんないけどバイオリンに関わるようなことで遊ぶとかさ、うんうんうん、触れさせるとかさ、例えばだけどさ、なんか昔小学校受験の塾で、小学校受験もさ早い子はさ 3,4 歳から塾に行く子もいたりとかして、じゃあはい紙とペン持って、じゃあ1時間なり30分40分でずっと座ってさ、分かんない問題をこうやって解くってさ、なかなかできる日もあればできない日もあって、お腹空いてたり眠かったりとか、そのいろいろあるじゃん。その時先生に言われたのは、その紙とペンでやんなくてもたまに調子悪いなと思ったら公園に連れて行きますって言って、でも公園に行って公園でできる数の勉強とか
じゃあお団子作ろうとかっていうのをやったりするから、その公園に行ってるから、じゃあもう何もしないで遊んだんだなっていうことじゃないですって言ってたから、なんかそんなようなことがバイオリンで、まあ公園じゃないにしても、こう弾かないにしても、なんかやれることないのかなって思うよね。ちょっとずつ触れさせていくというか、そうそうそう、調子できる日はもちろんこうやってやれるときはやったらいいと思うけど、これができなかったら違うことをやらせる、なんかバイオリンの音を鳴らすだけがきっと全てじゃないと思うし、一緒にさ、バイオリン先生が弾いてみるから聞いててとかさ、なんかいろんなことができると思う。音楽に関わってることをバイオリンって思わなくてもやってくれれば、先生なりに一生懸命やってくれてるんだなとは思うよね。さっきおっしゃってた、あの飴とムチの、ムチはこの時生かさなくていいんですか？まあ、まだ。だからその子の状況だよね。でもさ、元気だけどふざけてるとかだったら、ちょっとムチも入れるよね。やっぱりそのやる時はちゃんとやろうねっていう、なんかこう全部あなたのおふざけには付き合いませんよっていう、先生としてのやっぱりちょっとした線引きは子供にも見せておきつつ、でもなんかできない時もやっぱりあるから、そこのこの線を出たり入ったりするのがベストかなと思いますよね。親はさ、そりゃさ、月謝払ってるからさもう人によってもさ、泣いても何でもいいからとりあえず行ってこいみたいな親も中にはいるから、それはもう家庭それぞれだけど、まあでも一番文句言われないのは、できなくても何かしらそのできることを見つけてやってますっていう。でもなんかそう考えると、例えば卓球少女だったりピアノ少女、少年とか、すごいめっちゃ偉いですね、本当に。いや、めちゃめちゃ偉いし、多いのは親がその選手だったり、その先生だったりとかするよね。だからやっぱ親は子供に厳しくできるけど、やっぱ先生がそこまで厳しくできるかって言ったら難しいよね。ちっちゃいうちはやっぱり親がメインになって頑張んないと無理かなと思いますね。じゃあ次いきます。はい、保身ネーム、タラレバ保育士さん、女性20代です、はい、私は5年保育士をしている20代の女子です、5年保育士をしていると、保護者の方から、先生は彼氏はいるの、お休みの日は何してるのとプライベートを聞かれることが多々あります。ちょっとわかるどういう感情を持って聞いているのかなと少し怖いです。また休日に友人とおしゃれな流行りのカフェや、彼氏と遊園地デートなどをしていると時々見かけられることがあります。ある。翌日に先生見かけましたとラフに報告してくる保護者の方もいれば、子供づてに〇〇先生この前見たと言われて知ることもあります、先生のプライベートを知って親御さんはどう感じるのでしょうか。私はちょっぴり保護者の方のことが怖くて、人に紛れられるような場所や、郊外で遊ぶなど、エセ芸能人のようなプライベートを過ごしています、いやー、これね、難しいのは、その怖がるほど先生の聞くけど、興味はないのよ。申し訳ないけど、そこまで興味はないんだけど、なんかこう先生と話すこともないから、まあ女子トークみたいな感じで、先生彼氏いるのみたいな、本当世間話でしかないから、あんまり重く考える必要ないし、別に彼氏がいてもいなくても、その子が一人っ子だったら、もう3年でもう会うことないじゃん。だからあんまり気にする必要はないのかなと思うけど、そうね、でも本当に興味あるようで大してない、大してないんだけどちょっと聞いてみたいみたいな感じ。だからめんどくさいでしょ先生からしたら、ね、ほっといてくれよみたいな。しかもそれが多分、先生にとっては何十人いる保護者の方からちょっとした好奇心の目っていうの。私もだってその映画館で先生が彼氏とデートしてるところ子供と会ったもん。あ、本当ですか。あ、先生みたいな。声かけるんですかそういう時。普通にあーっては声かけるけど、デートしてるから、まあ、そこに居座りはしないよね、で、なんか次の日幼稚園行った時に、先生昨日会っちゃいましたねっつってじゃあ会っちゃいましたねって言って、何も言わないのもだって変じゃん。だってめっちゃあーってなって会っちゃいましたねって言って、彼氏ですかは聞く、申し訳ないけど。で、彼氏ですって言われたら、そうなんだ、いいですねって言って終わりでも別にそれが先生の彼氏であろうが彼氏でもなかろうが、別にどっちでもいいっちゃどっちでもいい
なんかちょっと多分先生と親の年が離れたりするじゃん、うんうん、だからなんかこう共通の話題が特にないわけよ、うん、子供の話ぐらいしか。でももう子供の話も大してなくなってきたりとかさ、うん、するじゃん。長年こう3年間一緒にいたりとかすると、だからちょっと先生を娘みたいな気持ちになってきたりもするのよ、うんうんうん、あの先生だけ結婚してないな、幸せになってほしいなとかさ、本当余計なお世話なんだよ。うん、だから先生が結婚したとかなったら、うん、あの先生結婚したんだってってみんな喜ぶし、うん、でもなんか親もやっぱり大きくなっても、会いに行ったらとかさ子供に言ったりとかそうそうそう、やっぱり幼稚園時代って先生と、ね、家庭が密着だから、うん、ちょっとファミリーの気持ちでいるっていうのはありますよね。じゃあもうしょうがない、しょうがないの、だから適当に答えてって感じ。あんま重く考えなくていいし、うんうんうん、嫌だったらいないんですよでもいいし、うんうんうん、もう明らかんと、そう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 、別にいないって言われたからどうとか、いるって言われたから、うんうん、いるのとかって全く思わないから、うんうん、好きに生きればいいって感じ。でもなかなかあれですよね、ちょっと外でお酒飲んだりとかするのも、うん、なんか気使っちゃうっていうのはなんか聞いたことありますもん。いやでもさ、お酒はさ、それ親だって飲むんだからさ、うん、あ先生も飲んでんですね、一緒に飲もうぐらいな感じになるかもしれないよねまあでも本当気になるなら本当行ってる地域じゃないところに行くのが一番いいと思う、うん、だってそ幼稚園とか保育園ってその近くに住んでる人がさ、うん、基本的には来るから、お家はその辺ってことじゃん、うんうん、だから会いたくないんだったらその辺じゃない方がいいかなとは思うよね、うんうん、じゃあ次行きます。はい、個室ネームムーミンムーミンさん、うん、女性20代です、うん、保育士3年目です、はい、ぶっちゃけ、自分のクラスの担任が若い先生かベテランどちらがいいとかありますか。表では元気な先生で嬉しいですと言ってもらえていますが、うん、本音はいかにと思ってしまいます。日々しっかりミスのないように頑張ってます若い先生に求めることを教えてください。まあそれはね、新人とベテランだったらそれベテランの方が安心感はあるよね正直、うん、保育士ってことは保育園か幼稚園かちっちゃいってことじゃん、うんうん、だから子供もいろいろ自分でできないこともあったり分かんないこともいっぱいある中で、それはベテランの先生の方がそのサポートし慣れてるだろうなとは思うから、ベテランの先生がいいなと思う気持ちは分かるけど、うん、でもやっぱあれじゃない、明るさと一生懸命やってる感じゃない、うん、若い人に求めるのは、うん、若い人っていうかまあ新人さん、うん、だってできるようにはなるんだもん絶対、うんうん、絶対みんないずれベテランにはなるしさ、うん、分かんないながらに一生懸命やってるかどうかじゃない。なんかすいませんちょっと私まだ分かんなくてちょっと聞いてきますねとかって普通にささっと行動してくれるか、うん、なんかこうなよなよされるとベテランの方が、だってさお店のさスーパーのレジだってさスーパーレジウマみたいな人とさ、うん、研修って書いてる人だったらさなよなよしてる研修の人嫌でしょああどうしようどうしようっていうよりは先生分かんないちょっと聞いてきますって言ってさって言ってくれた方がなんかいいじゃん、うん、なよなよしない、分かんなかったらすぐ聞くかなこの 3年目の方には、うん、慣れるから大丈夫。3年目ったらだってもう別に、はい、新人でもないんじゃない、うんうん、そんなに、うん、そのねベテランがベテランすぎるだけで、うん、もう3年越せば、うん、だってやることはそんな分かんないわけじゃないと思うから、うんうん、大丈夫ですね。大丈夫大丈夫、3年目なら3年目なら大丈夫。1、2年目はもうすぐすぐ聞く、分かんなかったらすいませんすぐ聞いてきますって言ってうじうじしたら、うん、心のミキティにそうすぐ怒られるから次行きます、はい、個室ネーム窓際のアザラシさん女性30代です、うん、はい、航空機の、客室乗務員をしています、うん、私は1歳半になる息子を育てているのですが、うん、飛行機にお子様連れでワンオペで、搭乗されるお母様を見ると大変かなと思い、うん、ついあれこれお声掛けしてしまいます、うん、もちろんお子様の様子を見て眠っている時や眠そうな時はそっとしますが、うん、ミキティなら CA にこうしてほしい、もっとこうしてくれたらいいのになどと思ったことありますか。これから夏休みシーズンで毎日一クラス分ぐらいのお子様が搭乗されるのでアドバイスいただきたいですい私はね本当に思うのはこれはね CA さんじゃなくて子どものタレントさんとかもいっぱい会う機会は私多いですけど、やっぱりなんか走ってほしくないのに走る時あるじゃん。その時にこらーみたいな感じで楽しくやっちゃ絶対ダメ楽しんでくれてるんだってなんかこう遊んでる雰囲気になっちゃうから、そういう時はなんかもう本当にスッと捕まえて走らないでねって、あちゃんと
したテンションで言った方が怒られたっていう感じはちゃんと伝わんないと子供ってやめないから、うんうんうん、だから楽しそうにしなくていいのにやってほしくないことはって思う。 想像できますもんね。他人のお子さんなんでこうビシッとも言いにくいからちょっとポップに言っちゃうみたいな。そう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 、わかるわかる。そのなんか優しさなんだけど、なんか飛行機だったらさ、ここのさテーブルのさバダーンバダーンバダーンとかさやっててさ、ダメだよとか言ってさなんかあダメだよってまた言ってほしくてやるのよ子供って。前の人も困るからやめてねって普通に言えば、なんかわかんないけどこれやっちゃいけないんだみたいな風にやっぱ思わせないと子供には伝わらないかなって思うから、だから私も飛行機乗ってて、あやってほしくないなって思うことをなんかこう面白おかしくやっぱ構ってくれる CA さんもいるんだけど、私はほら自分の子供をがっつり捕まえて怒れるタイプだからさやめてって言ってんじゃんみたいなさ、ほんとやめていい加減してよとか言えるからあれだけど、あそれやったらまたやるだろうなって思う対応を、まあ、良かれと思ってねしてくれる人はまあいるかなとは思うかな。でもさ、これも親によってはさ、なんかお金払って乗ってんのにさそんな冷たい言い方ないんじゃないですかとかさ言う人いるんだよ。でも別にね、その運賃払ってるだけでね、CA さんの笑うか笑わないかにこっちお金払ってるわけじゃないからねあの親が勝手にちゃんと面倒見てよって話ですよね。でもなんかリアルな体験なんですねそれ。そうそう、なんかちょっと茶化しながら怒っちゃうっていうの、あるあるだな。でもなんかこの間乗った飛行機でちょっと面白かったのは、長い飛行機、海外だったから、子供だけ後ろのなんか集まるところじゃん、CA さんが集まるところに連れてってくれて、マフィンみたいなお菓子とかをかけてじゃんけん大会やってくれたりとか、ちょっとした遊びみたいな、ほんと5分10分ぐらいで終わるんだけど、それなんかしら子供が お菓子を持って、その飛行機のお菓子だよ、を持って帰ってきたりとかするとなんか楽しそうではあった。私退屈だから。そうですよね。そう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 、あと私飛行機でさ子供のおもちゃくれるのよ。あれプロデュースさせてほしいわなんでですか、なんでですか。なんかフォークとナイフとかさ、セットとかさあるんだけどさ、使うみたいないや分かるけど模型とかあるのよ、模型はさ嬉しいんだけどさ、それ帰りにちょうだいって思うんだよね。パーツがなくなってうるさいんだよね飛行機降りる時にくれよって思う。でも多分飛行機の中暇だろうな、これ組み立ててねえだと思うんだけど、でもやっぱり一番嬉しかったのはあの水でこう かける塗り絵みたいなやつをくれたのが一番遊んでた。じゃあ藤本さんがプロデュースするとしたら、だからその水でどうのとかなくならないやつ、その飛行機でえどこえなんで今出すのみたいなやつじゃなくて、どうぞどうぞ今遊んでくださいっていうおもちゃをせっかくなら欲しいです。いろんな航空会社の方、届けっていう気持ちで今やってます。お待ちしておりますハローミキティチャンネルと、はい、届けてください、誰かこの気持ちを、届けて誰かということで、はい、今回は以上です、いや難しいね。でも本当にさ子供いたってさ、この子怒って大丈夫かなとかさ、やっぱり友達の子でもさ、友達がどういうタイプかによってさ違ったりとかするから、本当親によって感じ方も違うし、呼び捨てで呼ばれたくないっていう親もいるぐらいだからさ、本当に大変だろうなとは思う呼び捨てのご相談ありましたね、この前。あったよね。いや、いるのよ、でもたまに。私はちゃん付けかくん付けで呼んでるのに、なんで他人の先生が、あの人が、なんか、たかしって呼ぶんだろうみたいな。いるじゃん、やっぱり。そういう人も中にはいるから、そういう人とも仲良く先生たちはやっていかなきゃいけないからさ、やまないでほしいなって思う本当にありがたい存在ですもん ね、 そうね。だからまあこうやって先生の気持ちをこのハローミキティチャンネルで聞く機会も増えたから、私もちょっと気をつけようって思う。気をつけてるつもりではいるけど、ああそんなことで悩むんだって、全然思いもしないところで悩んでたりもするから、あ先生のケアもしてあげようって思ったお互いそうですね、そうそうそう、良かれと思っても相手には良くなかったりとかね、するからちょっと気をつけたいなと思いました、ということでこの動画いいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。